っ任せてくれ。はい。ここからはいつもとは違う。このままボスに挑もう。はい、私もサポート頑張ります。強そうだよね。私たち勝てるかしら。大丈夫だよ、俺たちはこいつを倒して。シークフリート、シノン、こいつも北欧神話の神をオマージュしてるのか。ドイツの英雄叙情詩の主人公だ。北欧神話のシグルスと同じ起源、剣の腕に秀でているという伝説がある。まさにラストダンジョンの敵としてふさわしい。少しはできるみたいだね。勇気、あ、助かったよ。強力な一撃が来ます。このくらいなら大丈夫だな。頑張って。何だ
で決めてやる。これぐらいなら問題ないよ。大丈夫、かすり傷よ。なんの、これならどうだ。これでオッケー。大したことなかったな。大したことないわ。よし、やっつけた。おめでとうです。セブンたちはこいつを倒して先に進んだのかな。おそらくパーティーごとに戦わなきゃダメな仕様なんだろう。別パーティーの俺たちが登場したからきっと復活したんだ。この扉、もしかしたら。やっぱり感じるのね。ここはさっきのジークフリートよりも。どうする、このまま戦いに行く。やっとここまで来たんだ。このままボスに挑もう。わかった、みんなでボスを倒そう。セブン、プリビエット。キリト君にレイン。君だけか。他のシャムロックはどうした？みんなもうやられちゃったよ。本当に強かったの。でも私がたった今倒したから。え？なんだって？スバルト・アールブヘイムの最深部にいる闇の神よ。お前のスキルレベルじゃ到底勝てないだろ。一体どういうことだ？キリト君、前に言ってなかったかしら、このエリア限定の OSS の引き継ぎ方があるって。それは元の使い手が使えなくなっちゃう代わりに、引き継いだ相手はそのスキルの熟練度も引き継げるというパターンなの。じゃあクラスタやシャムロックが自分の OSS を一斉にセブンに引き渡しているの？そうよ。君に敗れた後、スメラギ君もこのスキルを。そうか、シャムロックやクラスタが持つその羽飾り、それはスバル限定のレアアイテム。映像や音声の通信手段として使えると同時に。そう、スバルトエリア内限定で、離れた場所にいるプレイヤーにでも OSS を引き継がせることができるの。そして今まさに私は倒れたみんなの力を集め、今頃この羽飾りを通じて ALO 各所に伝わっているはずね。壮大な実験、題してラグナロクパストラルとでも名付けようかな。ラグナロク、北欧神話の神々の黄昏か。神々の時代よ、キリト君。私の実験の成功はネットワーク社会の新たなる一歩になるの。セブン、君ってやつはいくらシステムで許されていたって、多くのプレイヤーたちのゲーム体験をスキルを向上させるためにそれぞれ努力してきた血と汗と時間が、その責任の重さを理解してるのか。キリト君、やだな。私は一度も強要してない、間違ったことは言ってない、みんな賛同してくれただけ。私もその思いに応えるために実験を成功させてみせる。何を言っても無駄なのか。今頃スメラギ君がデータを取ってくれているはず。いい結果が出ればいいな。あ、セブン、あんた何を勘違いしてるの？レイン、あなたは何の権限で。あんたのそのクソ生意気な笑みを見てられなくなったからよ。おい、レイン。キリト君は黙ってて。確かに
あんたの実験は交渉かもしれない。それで新しい技術が生まれるかもしれない。でもあんた仮にもアイドルをやってるんでしょ。夢を与えるのがアイドルの務めなのに、みんなの楽しみを奪ってどうすんのよ。私はみんなの期待に応え、みんなはその見返りをくれた。みんな幸せなんだからいいじゃない。みんながチヤホヤするのはあんたに惚れ込んでるからでしょ。実験がどうかだなんて関係ないわ。でも私はちゃんとリアルのことも明かしてる。その上でみんなは突き従ってくれてる。こんな清廉潔白な行いの結果をそんな風に言わないでほしいわ。じゃあはっきりと実験のためだったって言いなさいよ。それはそれにね、私たちはここでゲームをしに来てるの。博士だかなんだか知らないけど、よくわからない実験に利用されるのはもうごめんなのよ。キリト君も私も私たちに用意された大事な遊び場を。ゲーム、レイ、別にあなたの理屈を全部否定する気はない。でも私は止まるつもりはないよ。ラスボスをたった一人で倒しちまった君を倒して、そのラグナロクとやらを失敗させてやるさ。強力な OSS を無数に持つ私に勝てると思うの？そういう相手の方がむしろ燃えるさ。俺たちのラスボスにふさわしいぜ。そう、キリト君、行くよ。ああ、これでも食らえ！かかってきなさい！みんなから受け取った思いと力、ここで嫌というほど見せてあげるから！そんな仮初めの思いに力は宿らない！くそ！まさか、これだけの OSS を持っている私が追い詰められるだなんて。セルフ、君がスネラギから聞いた俺たちの素性についての説明、覚えているか？それは確か数ヶ月前に突然現れた新規プレイヤーの集まりで、瞬く間に実力を上げて台頭していた。エールオーで新規プレイヤーが少しずつ増えていく理由を知る。それは私。ああ、君が報告会となってエールオーで慎重に行くわよ。これ使ってみよっと。した英雄になるの。最後の勝利を見せつけて、これからもみんなのアイドルとしてラグナロックパストラルを歌い続けるの。そうだわ。あなたたちが SAO を生き抜いたプレイヤーだというなら、あなたたちを倒せば私はさらなる英雄として。だからキリト君にレイン、キリト君、セブンの様子が何かおかしいよ。これは…私は絶対に、いつまでも、みんなに認められる存在で…クラウドブレインの意識が、私に…どういうことだ？セブンにこんなスキルがあったのか？一度にたくさんの OSS を引き継ぎすぎて
プレイヤーアバターがデータ型になってしまったのかも。ひとつー、これで終わらせてあげる。キリト君、ごめんね。最後の最後までうちのことで迷惑かけて。俺たちのスバルトエリアのラスボスはこいつってことにさせてもらおう。ちゃんとこのラスボスを倒した報酬を受け取ってやる。うん、そうだね。これが最後の戦いだね。よし、行くぞ。うん、これぐらいなら問題ないよ。これならどうだ。ありがとうね。サンキューな。これぐらいなら問題ないよ。少しはできるみたいだね。ユキ、落ち着いて。サンキューな。これで決めてやる。さあ、これからこれから。私が一番。これならどうだ。まだまだいけるよ、ユキ。大丈夫なのか、ユキ。元気になったよ。決めてやる。いいね。そうでなくっちゃ。力がみなぎるわ。これならどうだ。私が一番。私が一番。これならどうだ。この程度かすり傷だぜ。頑張って。私が一番。楽しくなってきたぜ。キリト、落ち着いていきましょう。残り体力に気をつけてください。はい、まだ大丈夫。アスナ、アスナ大丈夫か。任せてくれ。元気になったよ。全部吹っ飛んじゃえばいいのに。てい。さあ、これからこれから。これならどうだ。もう思ったより。これならどうだ。さあ、これからこれから。はっ。
少し油断したかも。アスナ、無理はするなよ。私が一番。しまった。私が一番。私が一番。元気になったよ。任せてくれ。私が一番。任せてくれ。私が一番。慎重に行くわよ。いっぱい壊してあげるわ。このもう持たないかも。アスナ大丈夫？こんなところで負けるわけには。何？しまった。ああ、やったな。ピンチでく。ありがとう。今度は負けないわ。間に合ったか。サンキューな。これぐらいなら問題ないよ。これならどうだ。マナーが切れたのか。私が一番。私が一番。はっ、食らわない。これならどうだ。みんなやめて。レイさん、その子をかばうの。ごめん、みんな本当にごめん。もうこの子に戦う力は残っていないよ。今はダダをこねてるだけ。あとは私がきっちり決着をつけるから。てい、助かったよ。まだまだいけるわ。いっぱい壊してあげるわ。いっぱい。元気になったよ。なかなかやるわ。アスナ大丈夫か。こんなところで負ける。セブン、私の言葉聞こえてる？私にはこんなことをあんたに言う資格はないかもしれない。でもはっきり言わなきゃ伝わらないから。私がいい。よし、頑張るぞ。さあ、これからこれから。こんなのどうだ。セブン、あんたは自分の置かれている状況に気づいてない。うるさい、うるさい、うるさい。わかったような、口を聞くな。お前に、私はあんたに傷ついてほしくないの。使命感に燃えて大勢の期待に応えようとして身を粉にしてあんた自身が壊れていくことがもう私には見てられないの。私は、はい、任せてくれ。ここに決めた。
任せてくれ。強力な一撃が来ます。力が…まだ余裕だぜ。頑張って。くらうのに。これで決めてやる。これならどうだ。楽しくなってきたぜ。キリト、あんまり心配。サンキューな。これならどうだ。しまった。自分を大人に見せて勝手に正当化しているばかりかと思ったけど、そうやってちゃんと子供みたいに泣けるんじゃん。大人たちに囲まれて、世間に担がれて、振り回されてるうちに乗った波から降りられなくなってただけなんだよね。ほら、無理しないでお姉さんの胸でお泣き。なんだ、俺が心配することなんて何もなかったんじゃないか。やっぱり姉妹だね。語り合う必要なんて。うん、そうだね。はあ、私にも優しいお姉さんがいてくれればよかったのにな。おいおい、そりゃないだろ。まあ、これで一件落着ってやつ。この映像を見てるクラスタやシャムロックにはわけわかんないだろうけどね。実験結果はどうなるのかな。途中からカオス展開になっちゃったよね。高まった感情もしらけちゃってるだろうし。はい、今ちょうど ALU 各所の映像をいろいろと見て回ってますが、シャムロックの人たち、クラスタの人たち。あらあら、ユイ、管理者側のカメラ映像を無断で閲覧？それってナビゲーションピクシーとしては越権行為じゃないの？あ、私としたことが。前に私のことあんなに批判してたのに。でもこれでさ、七色博士の高尚な実験は。大丈夫です。実験はきっとすぐにちゃんとした形でやれますよ。あの子ならすぐにまた立ち上がれると思います。ああ、そうだな。 HP がつき、光のかけらとなって消えていくセブンの体、それをいつまでもレインは抱きしめ続けていた。ついた心が砕け散る大地へと、傷ついたあの日ももう二度と帰らない。巡る星たちは同じ人たどるのに、人はなぜ足跡の世界を満たす時まで。
このケーキとっても美味しいね。じゃあ今度来日する機会があったらぜひうちの店に寄ってくれ。うん、行く行く。マスターのお店に行くの楽しみよ。やれやれ、いつの間にかこの店の常連になってるな。結局シャムロックはほとんど活動停止状態、クラスタもかなり減っちゃったって話なのよね。うん、そんな感じ。セブンはもう ALO でのアイドル活動はほとんどやってないらしいし、ファンたちも活動する意義をなくしちゃったんだろうね。あっけないものね。ファンなんだから最後までついていく的な男気はないのかしら。おい、シモンさんよ、どっちかっていうと ALO でのアイドル活動否定派じゃなかったか。応援してるのか嫌いなのかはっきりしろよ。別に私はどっちでもないわよ。いきなり手のひら返すなんて誠意に欠けるって思ってるだけ。まあでもそんなもんだろうな。ALO の印象を好転してくれたセブンというアイドルには。そうだね。あ、そういえばスメラギさんとさっきそこですれ違ったよ。え、本当か、アスナ。うん、あいつにどうしても聞きたいことがあったんだ。俺スメラギに会ってくる。